It's fucking raining. Giant Montana Spur to West Kiowa River. So are we on Giant Montana Spur? That's Giant Montana Spur. We're on the Razorback. Oh shit. It wasn't supposed to rain for another 4 hours. What could go wrong? Should we break the fourth wall? Yes, we are 16 and a half k's into what should be about 23 by the end. 22, 23? 23 because we diverted to a toilet. Do you have a YouTube channel? Now head.
Two people ask for a YouTube channel. So, I'm probably going to have a YouTube channel. See you online. I wish I brought a second Toblerone. このフェザートップ山レゾベックハイキングトレイルは楽しいけどとても難しいです。もしフェデレーションハットも行けば約23キロのハイキングになります。フェデレーションハットはトイレがあるしキャンプ場もあるので泊まることができますよ。ハイキングをしたのは1日だったけど、前日に運転してハイキングをして次の日に帰りました。ハイキングには7時間かかったけど、休憩やビデオの撮影を入れて全部で9時間かかりました。ほとんどのこのハイキングのトレイルは平坦だけど長いから難易度は中級です。ハイキングの最も難しいところは登山です。登山は途中の約 70% 過ぎから始まります。約2キロで200メーター上がるからとても険しいです。頂上やトレイルの途中から見える景色は綺麗ですごいです。晴れの日だったら特に綺麗だけど風がいつも強いですね。いい天気かどうか天気予報をチェックしておいてくださいね。そして日焼け止めを持っていった方がいいですよ。僕たちはディナープレインアコモデーションという宿泊施設の会社を使いました。ディナープレインという町はトレイルの入り口から車で20分でマウントホスムスキーラゾートにとても近いです。シャンペインアパートメントという宿泊施設に泊まりました。その宿泊施設はワンルームマンションです。2泊で約200ドラで綺麗でモダンな宿泊施設でした。フルキッチンがありました。よかったですね。ディナープレインは休憩も含めてメルボルンから車で約5時間かかります。夏の間はお店が閉まっているのでマウントホスムやディナープレインでたくさん食べ物が買えないから途中のブライトで食べ物を買ってください。秋があったらマウントホスムでも泊まれるけどとても高いです。ブライトとアリエットビルは山のふもとにあります。ふもとからマウントホスムまで曲がりくねった山道なので車で1時間ぐらいかかってしまいます。だからブライトかアリエットビルに泊まるのはあんまりおすすめじゃありません。皆さん最後まで聞くのがありがとうございました。このビデオが好きだったら、LIKE とサブスクライブをしてください。また下でコメントをしてください。